は何ですか？これはシーラーですね。いや、この中身ですね。何を止めてるんですか？あ、中身ですか、はい、失礼しました。シーラーの説明は特にはいらないと思います。失礼しました。これはバラのクッキーです、ね、バラのクッキー、はい、オシャンティですな。そうですね。バラが入ってるんですか？はい、バラジャム。バラジャムを。バラジャム、はい、練り込ん。何バラジャムって？バラのジャムを作ったんです。バラのジャムを作った。はい、そのジャムを練り込んだ卵白クリーム挟んだクッキーですね。バラジャムっていうのはバラのなんかエキスを入れたんですか？いや、バラスの花びらそのものを。バラの花びらそのものを入れたジャム。そうです。意外とバラって食べると美味しいんですよ。あ、そういう食べれるバラ。そうです。あ、そうなの。その食べれるバラのを入れたジャムを使ったクッキー。そうですね。なぜこれを作ろうと思ったんですか？これは、ちょっと依頼がありまして、はい、市川といえば、うん、バラ園。あ、市川のバラ園。バラ園が有名でして、市川ならではの商品を企画する一環でですね、一パン工房でこれを作ってみた。店長さん、こんにちは。あ、こんにちは、店長さん。これ焼きたて の山形の、 ブリオッシュ食パン。ブリオッシュ食パンですか、店長さん。はい。わー、店長さん顔丸いっすね。ちょっと失礼ですよ。食パンこれ冷めてんじゃないですか？そうですね、かれこれずっと持ってるんで結構冷めてます。では本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。